回答者はこちら、モリア。あ、モリア。モリアはどう？自信は？2人の見てる感じだと結構あの答えるスピード早いじゃないですか。早い。そうね。1問10秒か。だからこんなに答えられないんだったら澤部さんどうでしょう。もう3問正解したら10万ってこと。3問正解で10万はおかしいな。いやいや、おかしいよ。それはおかしい。じゃあ3問正解でいくらだったら。それこそ3問正解で1万。お。いや、これちょっと前進した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 。ダメだよ。それは良くないわ。参りましょう。森屋の挑戦です。クイズ忘れてたでしょ。尾関からの問題。この前尾関と森屋が2人で見た映画のタイトルは？出ない。斉藤からの問題。斉藤が守屋の赤年また年に影響されて作ったフレーズは？出ない。小田からの問題。守屋が必要以上に触る小田の体の部位は？お腹。お尻。羽生からの問題。羽生がレッスンの時によく見てしまう守屋の体の部位は？お尻。小林からの問題。小林の中で赤年ブームが来たのは今年の何月？なんだこの問題。9月。8月。ネルからの問題。モリエとネルが2人で行った焼き鳥屋さんでモリエが名乗った偽名は？みやび。え、3問行ったの？え、今3問行ってる。6問中3問正解なので澤部賞はゲットですがチャレンジは失敗。うわ、目ぐるんぐるんして、目ぐるんぐるん。フィギュアスケートの選手がやるやつじゃん。いきなり出ちゃったじゃないですか。出ましたね、一番。岸田さん、いやいや、だからやっぱモチベーション上がったんでしょ、みんな。でももっと正解できる可能性は。いや、俺、ね、第1問大関と森屋が2人で遊びに行った時に見た映画のタイトル、こんなんはいけそうな。こんなのだって一緒に見に行った映画だったら覚えてるでしょ。ね、俺はこの映画すげえ見たけどね。あ、見ました、はい、いや面白いですよね。あ、何？ちはやふる。あ、ちはやふるでございます、ね、の後編のやつだ ね、尾関。いや、私赤根と出かけたことが1回しかなくてこれなんですよ。だから、え、あ、尾関との唯一の思い出をもう消去。その日本当にもう映画のみだったんですよ。現地集合、現地解散だったんですよ。じゃあなぜ集合した？バラバラに行け。でも映画見たかったということ。続いて斉藤からの問題ですね、はい、斉藤が守屋の赤年また年に影響されて作ったフレーズは、ね、あのバイバイフ。あ、出た。あ、やっぱ時間があったら出るんだ。そうですね。お尻、お尻ですね、ここ。お尻、お尻、お尻。モリアが必要以上に触る織田の体の部位はお尻。気持ちいいの？織田のお尻はチェックしてるんです。チェック、ちゃんと鍛えてるか。あ、じゃあ本当にトレーニングしてるかどうかのチェックなんだね。織田とは違うんだね。痴漢目的じゃないわけ。痴漢痴漢つっちゃったもん。痴漢の人になっちゃう。で、ハブか。ハブがレッスンの時によく見てしまうモリアの体の部位。これよく当たったね。確かに。だってこれハブ目線だもんね。そうですよね。これ見ちゃう。あ、もう本当に立派なお尻で。立派なお尻。立派なお尻。高校球児じゃないんだから。あ、すごい、いい球だな。いい傷してんな。太ももの張りがいいぞって。で、これね、俺、はい、この次の問題、これひどいと思うんですよ。はい、あの小林の中で赤年ブームが来たのは今年の何月？いいよ、知るかい。いいですね。小林さん正解は6月。6月です。残念。飛ばしちゃってましたね、ちょうどね。なんかいろんなメンバーのブームが来るんですけど、はい、それ何、ブームが来ると 何か変わるの？あ、でも楽屋で近い席に座ったりとか。あ、なるほどね。あとその6月はドラマの話とかもよくしてて。きっかけがなんかあんだ。赤年ブームがもう終わってるの、ね、今は。そうですね。そうですね。赤年ブームはどれぐらいで過ぎたの？そのだからもうドラマのワンクールってこと？3ヶ月ぐらいですかね。それぐらいのテンポでこうメンバーのブームが変わってくるの？あ、でも1ヶ月ぐらい。1ヶ月ぐらい。もっと早いペース。今は誰ブーム？今月は。今この前まで上村だった。それ上村気づいてんの？知らなかった。知らない。知らない間にブーム終わったよ。
寂しいね。で最後も正解しましたね。これもよく分かんないですよね。モリアとネルが2人で遊びに行った焼き鳥屋さんで、モリアが名乗った偽名。なんで偽名使うの？みやび。普通に会話してて、うん、そのバレたりしないように名前をお互い変えて呼び合うんですけど、じゃあネルは？モモです。モモ。モモ。